西涼西涼、西涼,涼、ピンイン、ザイリアオは、1132年から1218年までトルキスタンに存在した国。1124年に金に滅ぼされた梁の皇族である、ヤリツ大石が中央アジアに逃れて建てた国家である。中国史料では、梁の皇族による国家であるために、西涼王と呼ばれている。 ペルシア語などのイスラーム資料からは、カラキタイ、コラキータイ、カラーヒタイ,イと呼ばれる。この語は、黒いキッタン、強力なキッタンの意味とされるが、正確な意味は明らかになっていない。アキオに成立した類書サンサイズェでは、清涼を指す名称として、黒キッタンという語が使われている。清涼の君主は、グルハン、カーカーンジー・アールカイアン、世界のハン。 藩の中の藩、大いなる藩、勇敢な藩などの意味の称号を名乗り、イスラームのしかも、聖涼の君主を、グルハンと呼んだ。シュッは、クズオルド、トラシワツジダ、ゴスオーダ、ゴスボリーガンマクズオルド、フスオルド。キッタン語で、堅固なオルドの意。聖涼は、自国の記録を残しておらず、これらの情報は、中国史料とイスラーム世界の史料によるものである。 1124年2月、領が金により滅ぼされる際に、皇族のヤリツ大石は一部の吉丹族を率いて、モンゴル高原の陳州下屯城、現在のエジンハタ近辺に逃れて、現地の諸部族の力を借りて、天佑皇帝と称した。しかし、この地にも金の勢力が迫ってきたため、ヤリツ大石は、アルタイ山脈を越えてさらに西へ移動する。移動に際して、ビシュバリクを、 本拠地とする天山ウイグル王国と衝突し、1131年にウイグル王国はヤリツ大石の部下を捕らえて金に引き渡した。東トルキスタンの横断に失敗したヤリツ大石は天山山脈の北方に進路を変え、1132年頃にウイグルを侵入させる。さらにベラサ軍を本拠地とする東から半朝から援助を求められると、東から 半朝と敵対する、テ陸諸部族を破った後、ベラサ軍を占領した。ベラサ軍を征服した、ヤリツ大石は町を、グズオルドと解消して、新国家の首都に定めた。ヤリツ大石はさらに西への進出を図り、1137年には、保全ド近郊で西から、半朝のマフムード二世の軍を破って、新属させる。1141年に、ヤリツ大石は、 西から半朝の内向に介入し、マフムード2世はおじにあたるセルジューク町のスルターン、サンジャルに助けを求め、要請に応じたサンジャルは自ら軍を率いて、中央アジアに進軍する。1141年9月9日にカトワーンの戦いで西量とセルジューク、西から半朝の連合軍が衝突し、西量は勝利を収める。このセルジューク町に対する戦勝が、 シリアの十字軍を通してヨーロッパに誤って得られ、キリスト教国の君主プレスター、ジョンの伝説を生むことになったとも言われている。さらに清領はホラズム地方を攻略して、ホラズムシャー朝の後鈴に対しても、金三万、もしくは三千リーディーナールの再兵を支払うよう、講和させた。これにより清領は、西から藩朝の領土とセルジューク朝の名家にあった。 ホラズムシャー朝の総試権を手中にし、当時のパミール伊東のトルキスタンと西方のマーワラアンナフル、すなわち現在の東西トルキスタンにまたがる地域の支配を確立した。ヤリツ大石の領土拡大の野心は薄く、支配領域はホラズム地方の一部とブーハラを含む領域にとどまった。1143年、ヤリツ大石は、 両の古地の奪還を願って七万の新生軍を金に、大して出発させるが、公軍中に五十八歳で病死し、統制は中止された。ヤリツ大石の死後、その子のヤリツエビス列が後を継いだ。即位当時のヤリツエビス列は幼く、千百五十年までヤリツ大石の子を、豆腐煙が摂政としてエビス列を貢献した。年にエビス列が没 その子が成人するまでの間、エビスレツの妹である、ヒロシソクカンが摂政として、要定を貢献した。1172年に、ホラズムシャー,アーサで起きた内交では、清涼は王位を要求するホラズム王子、アラーウティーン敵主を支援する。後に敵主が、功能の支払いを拒否すると、清涼は、敵主と王位をめぐって対立していたジャラールティーン、ルターンシャーに援軍を送った。 1177年に不倫が原因で、広子側官が殺害され、ヤリツエビス列の辞児、ヤリツジカロイニシエが即位する。即位した、ヤリツジカロイニシエは政治を顧みずに狩猟と快楽に、端暦し、そのために、ホラズムシャー,アーサ、ウイグル王国、西から、班長の離反を招いた。さらに内満族の移動と、ホラズムシャー長が先導したムスリム住民の反乱により、 帝国の衰退が始まった。他方、西方では、ホラズムシャー朝の敵主が、イラクのセルジューク朝を滅ぼし、勢力を拡大した。敵主の死後に、スルタンに即位したアラーウッティ・ムウハンマドは、アフガニスタンら北進してきた、ゴールアサを撃退し、マーワラアンナフルとホラアサ安全域、東部イランを掌握して、勢力を増す。サマルカンド周辺を領有していた西から、 班長の最後の君主、ウスマーンは、寮への功能の支払いに耐えかね、アラーウッディーンに、清領への攻撃を促した。1208年頃に、アラーウッディーンは、功能の取り立てに来た、清領の管理を殺害し、軍勢を率いて闘進したが、清領軍はこれを破り、アラーウッディーンの捕獲に、成功した。しかし、ほどなく、コラズムシャ長軍の工作によって、 アラアウッディーンは逃亡する。1208年、ヤリツジカロイニシエは、チンギスカンとの戦いに敗れた、内ンのチョークチュルクを、巫女の無子君として迎え入れる。しかし、クチュルクは離散した、内ンの遊牧民を救護して、反乱を起こし、内ンと同じく、モンゴルに敗れたメルキトの武衆も、クチュルクの軍に加わった。クチュルクは、ホラズムシャー長と同盟して、 ウーズガンドの宝物庫の略奪を図るが、ヤリツジカロイニシエは、クチュルクの軍を破り、彼の部下の多くを捕虜とした。1209年に、ウイグル王国は勢領から派遣された、徴税人の搾取に反発し、徴税人を殺害して、モンゴル高原で勢力を蓄えたモンゴル帝国に、基準した。翌1210年に再び、アラーウッティ・ムアウスマーンと、 合同してスイル川を渡って進軍。スイル川東岸のバナーカトにおいて、将軍ターヤンクー率いる清涼軍は撃破され、西トルキスタンを奪われる。アラーウッティーンのスイル川での勝利に向応して、彼を君主として迎えるべく首都、ベラサ軍でも反乱が起き、ヤリツジカロイニシエはこれを討伐せねばらならなかった。ベラサ軍の反乱鎮圧後の軍儀が散会した隙を、疲れ、 1211年、もしくは1212 12年にクチュルクは、ヤリツジカロイニシエを捕らえ、定位を散脱した。1213年に、ヤリツジカロイニシエは没し、領の高騰は断絶する。クチュルクは、アルマリクの部族長オザルを復従させようとし、町を数度攻撃した後に奇襲によってオザルを殺害する。さらに、トルキスタンの主要都市であったカシュガルとホータンを武力で、 屈服さ、ホータンでは自ら主催した宗教討論の席上で現地の裏マーを怒りに任せて拷問にかけるなどしたため、ムスリム住民からの反発を招いた。そして1218年に、清洋はモンゴル帝国の将軍、ジェベの攻撃を受ける。カシュガルを攻撃した際にジェベは住民に信仰の自由を約束し、これを聞いた住民たちは自分たちの家に配備された。 クチュルの兵士を殺害した。クチュルクはパミール高原付近のバダフシャンに逃亡するものの、モンゴル軍に捕らえられ処刑された。その後、モンゴル帝国の領地が分配されるにあたり、この、清涼の故地は、チンギスカンの次男チャガタイに与えられた。チャガタイ藩国の領土は、ほぼ清涼のそれに合致する。また、アラーウッィン・ムハンマドに、水力藩で敗れたターヤンクーには、 バラクハージブという兄がおり、この戦いの後に、ホラズムシャー長に仕えケルマーンのカラひたやさの子祖、取った。バラクハージブとターヤンクーの一族は、約80年の間ケルマーンに、地方政権の君主として君臨するが、1306年に、イルハン朝のオルジェイトゥハンによって支配権を、没収された。領の復興を掲げて建てられた政領では、 故国の中国文化が継承されていた。中国式の言語が使用され、君主の没時には病号が追蔵された。行政府は、領と同じく南北二院に分かれており、液伝制が実施されていた。官朝では中国語と吉丹語が公用語として使用されていたが、さらにペルシア語とウイグル語も使われていた。また、王朝では、広告通報という中国風の貨幣が、 鋳造されていた。しかし、勢量の中国文化は支配下に置いていたオアシスト氏のトルコイスラム文化にはほとんど影響を与えず、逆に支配層がイスラム文化の影響を受けた。勢量は広大な東西トルキスタンの地を征服したにもかかわらず、その征服地を進化に分配することはなく、土着の領主に銀杯を授与してわずかな土地の支配権を認めていた。支配者である キッタン人は少数派であり、軍隊の数は7万を超えないと言われている。ヤリス大石の存命中に、報道の分配は行われず、部下の指揮下に100人以上の人間は入れられなかった。キッタン人は、ベラサ軍の近辺で、牧畜生活を営み、召喚、バスカクと呼ばれた大官を派遣して、徴税を行う以外に、オアシス地帯の生活に深く干渉することはなかった。 大韓の派遣先では、イスラム国家で導入されている人頭税、地図屋ではなく、中国式の個数割の税制が敷かれていた。清涼から大韓が派遣されたウイグル王国は、カガン、ハンといった王号を使用することはできなかったが、政治の実権はウイグル王が保持していた。清涼末期には、大韓は従属国で従税を課し、搾取に苦しんだ西から繁朝。 ウイグル王国の離反を招いた。支配地の経営を現地の旧支配者に委任する遊牧民の政治組織と都市文明を結合させた清涼の方針は後継のモンゴル帝国に引き継がれた。支配層のキッタン人の間では仏教が信仰されていたが建国者であるヤリツ大石をマニ教徒とする記録も残る。カシュガル、ヤルカンド。 ホータンなどのオアシス都市の住民の大部分はムスリムであり、彼らは交易に従事していた。清涼の支配者層はイスラームに改修することはなかったが、イスラームの知識人、学者は宮廷で工遇を受けた。支配者層の中にはマニ教を信仰する者もおり、カシュガルに置かれたネストリウス派キリスト教の司教区は、清涼に含まれるセミレチエ地方も管轄していた。 ムスリムを危険視するクチルクの地下では大規模な迫害が行われ、彼らの家には監視の兵士が配置された。モンゴルが勢涼を征服した時、迫害から解放されたイスラム教徒は信仰の自由を大いに喜んだ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。